大陸の荒野の真ん中に、春以来海の現しは集うていた。ちょうど爆撃隊の出動の後であろう。基地は比叡まばらである。整備員たちは雨かける愛機の上に思いを馳せつつ、暑さを避けて暇なひとときを過ごしている。炎熱翼を焼くがごとき夏、父は臭い切れでムンムンしている。はい、主張します。はい、我重慶爆撃残弾命中。以上、炎上、艦内、第8、4、
第8攻撃隊へ、火の点を守り、人量10、2号線500、まず機械5マイル、1号30、早く割り、お前たちは、いよいよ総隊に入隊して、一緒に飛行機に乗って一掃をするわけであるが、一番手っ取り早くできて、しかも効果的でやれるのは、今ここでやってるこの飛行機で、敵の一番痛いところを攻撃する。この放送作戦は今の日銀を一日も早く片付ける意味において、軍人も国民も最もその放送作戦に期待しているのであるから、その期待を裏切らんように、報告いたします。本日は天候に恵まれて攻撃隊は10時45分発進、一路梅州に向かって、梅州から重慶の目標を南寄りに南下して、目標は蒋介石の住宅でありまして、大隊司令部の指示によって3か所決めて、その3か所を各中隊ごとに爆撃したのでありますが、おおむね予期の弾着を得まして、1時45分爆撃を終了いたしました。これは一番先に参加したのは、ととし、秋だったけど。一番初めの中隊分かんないな、どんな気持ちか。重慶の郊外にある蒋介石が見えてる防空壕が歩くんですよ。戦闘機は強制で来たんですか？戦闘機はもう早くに逃げしまって、その考えも来なかったな。その代わり、降格砲が30分飛んできた。空戦なんかやるときは気持ちいいです。
やってる時はやってても、そんなこと考える余裕がねえや。もう無我夢中だな。前田もあの、自分なんかで、そうだな。俺たちは日本人だからああいうことはできるんだって。外国の連中はああいう大胆なことはできないだろう。飛行機は俺はもういつでもああいうようにやってるんだけど、捕まらねえからしょうがない。今日の日本国だ。よかったな。お前ジョルシーだろ、おい。いやねえ、マジっすよ。俺が手紙入ってなかったぞ。手紙入ってなかったよ。徳島か。こっちはね、江戸っ子だけに。俺が死んしまかんだよ。警察隊員の見えざるロープ。タンク、長時間深く敵地に侵入して気象を観測し目標を探して刻々報告を基地に知らせる。地上の目標を写真に撮る。彼らの報告は戦闘機、爆撃機にとって貴重な空の水先案内である。ただいまから予定の攻撃を行うが、帰りにはまた例の通り積乱雲が出ると思うから、よく注意するように。では、成功よろ。整備員たちが明日の空襲に備えて爆撃機の手入れにあらん限りの技術と精神力を傾けている。
世の老けてゆくのが知らぬがごとくである。成婚は流れて分解された機体の隅々にまで染み渡る。彼らは空襲直前の愛機のために門出のお化粧をしてあった。エンジンにも翼にも、いや一本一本のネジにまで整備員たちの血の通う愛機であった。
慶へ、重慶へ。天体は粛々と重慶へ近づいている。天を塞ぐ海抜数千メートルの大山脈、視界を断つ霊の密雲、時には荒神万丈、シナ特有の砂ほこりや春先ならば猛烈な吹雪までも征服した、世界戦士に端として輝く長距離飛行の果てである。いよいよ重慶は近い。火は静かに高度を上げる。彼らは比重に弾を込め、ゆっくり酸素マスクを顔に当てる。その時、火は初めて死の緊張に投げ込まれた。第8攻撃隊より爆撃終了、1人ずつ全員